岡山県立玉島高等学校は、岡山県倉敷市の西部に位置する玉島にある岡山県立の高等学校。勉学に力を入れているが、最近では部活動にも力を入れ、文部領土を目指している。勉学面でも、怠ることなく、生徒が伸び伸びと学べる環境が整っている。ただ、決して勉強ができない生徒を見捨てたりせず、補修、個人指導など、 きめ細かい指導が特徴である。二人担任制を実施している。そのためか面倒見のいい玉高と呼ばれている。鉄道発火祭という。1日目は文化の部で体育館ではステージ発表が行われ、教室では展示が行われる。1年生は全クラス通して教室での展示。毎年3年生は最後の発火祭ということで、 全クラスがステージ発表を行っていたが2009年より模擬点が許可された。2日目は体育の部で1年生は緑、木ブロック、2年生は紫、大ブロック、3年生は赤、青ブロックの計6ブロックに分かれて競技を行っていた。が2015年度より3学年縦割りブロック制が導入され、 新たに桃ブロックが追加されて7つのブロックが対抗する形となった。それぞれのブロックごとにブロック色と同じ色の T シャツを着る。ブロック T シャツは100周年を迎えた2004年度から続いている。なお、1日目のみ一般公開されている。ただし高校生はチケットが必要。無職あるいは夕食の少年は立ち入りを禁止されている。卒業生。 ありがとうございます。